には優しくしなさいよ。乱暴な男はモテないわよ。ああもうピーピーうるせえな。悪いけど今は忙しいんだ。ガキの相手をしてる暇はないんだよ。何よ、マスターと話すくらいいいでしょ。マスターならはぐれちゃった妹のこと知ってるかもしれないんだってば。ここはガキの来る場所じゃねえんだ。迷子の相談なら里の入り口に詰め所があるから、そこで話を聞いてみな。ふん、分かったわよ。マスターなら話が通じると思ったけど、こんな石頭がいたんじゃどうしようもないわ。あれ、あんたは？ねえ、名前を聞いてもいいかしら。そっか、なるほどね。あんたとはもう少しお話ししたいけど、今はいなくなった妹の方が心配。里の中を探してからにするわ。まさかこんなところであんたに会えるなんて。運命ってわからないものね。